送600円ラジコン車で戦艦 RC 簡易サーボを作ってみた。ドイラジ社のステアリング構造を自作パーツで作り直します。内部のスプリングとヒラギアがついたパーツを再利用。材料はプラ板、プラ棒、プラパイプを使用。自作することにより簡易サーボのサイズをコンパクトにでき、収まりが良くなります。指で押してちゃんとバネの力で戻ってくるように調整してください。シリコンスプレーを少し吹いてやると引っかかりがなくなります。実際の回路につなげて動作テストをやってみました。バッチリです。この簡易サーボを船に搭載した時どのように舵に連動させるかイラストでお見せします。簡易サーボからリンケージスタンボを舵のラダーホーンにつなげます。このように舵が左右に動いて旋回できます。皆さんもぜひチャレンジしてみてください。次回の動画ではプラモデル戦艦に積み込む工作過程をお見せします。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いします。